ユーストリームを使って全世界に向けて発信、格闘技の力。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は東京都杉並区は高円寺にありますレスリングカフェ東京さんから TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送番組です。まずはじめに自己紹介します。私4代目 MC を務めます田中クリステルです。普段は雑誌やウェブやサロンのフリーモデルをやっていて、同じくユーストリームから配信の第2第4火曜日夜9時からタトゥークルーの今夜は〇〇っていう番組をやっていて、そちらの番組では女子力向上をモットーに、あの堀内さんのベティさんも含めタトゥー講座やゆるいガールズトークを繰り広げています。そちらの方もよろしくお願いします。なんかあのこの間、クルちゃんの告知を見てたら、なんかそのタトゥークルーが鬼のような再生回数を伸ばしてるって、なんか、あ、はい、あれ、私がリアル生中継の時に、はい、足のワンポイントに、なんか別でも入ってるんですけど、はいはい、その別でもやってたんですけど、足のリアル生放送の時に出たやつが10万回以上の再生、以上らしいです。すごい。もう酒井さんもびっくりですね。わかりにくい状況すみません。みたいです。はい、ぜひよろしくお願いします。頑張ってください。はい。はい、同じく MC を務めますネクストステージ代表の平田です。よろしくお願いします。はい、今週も告知をさせていただきます。はい、7月25日に、国内 MMA 版のアワードを行います。パンクラスとかディープとかゼストの主力選手参加してくださいます。あとその他の団体や海外の選手でも参加してくださるという方が、結構メジャーどころの選手が何人かいらっしゃいます。まだ告知はできません。6月になったら告知する予定です。あと、司会の方もですね、ちょっといろいろなつてを使って、もしかしたら結構名前のある方にお願いしていただけるかもしれません。チケットの方はもう発売しております。プレミアムが1万円いろんな特典がつきます。結構な特典がつきます。あとスタンダードは6800円、ともにチケットピアの方から発売しておりますので、ぜひよろしくお願いします。6月にですね、大まかな参加者の発表と、あと賞の投票を実施させていただく予定になります。よろしくお願いします。そしてもう一つ、じゃん、これも先々週から告知させていただきます。来週の日曜日ですね、25日に、長男さんの主催する、トライブ東京ファイトっていう大会ありますが、こちらのペーパービュー配信の方を、この番組を一緒にやらせていただいている TV ライブオンラインさんと協力してやらせていただきます。なんと金額は800円ということで、5月の25日の大会開始から31日の12時まで、見ることができます。 URL はこんな感じですね。前もお話ししましたけど、どんどん格闘技の試合を見れる環境はなくなってきててですね、もうペーパービューっていう媒体を多分ファンの皆さんみんなで育てていかないと、多分プロモーターの方々は、ペーパービューって見てもらえないしなって現状思われているので、これをみんなで育てていかないと、多分どんどん映像を見れる媒体がなくなっていきますので、ぜひ皆さん、トライ、TTF もそうですし、この間もディープとかディープジュレスも、ペーパービュー配信して今も多分見れると思いますけど、見たい試合をちょっとのお金で見れますので、こちらの方皆さんご購入いただければと思います。よろしくお願いします。はい、以上です。はい、平田さん、今回この初めてこの格闘技の力をご覧になった方も多いと思います。この格闘技の力はどんな番組なのでしょう。はい、この番組は選手の人から人間力を伝え、格闘技にあまり興味がない人にも楽しんでもらうという番組です。会場での観覧もできますので、ファンの方々が気軽に立ち寄れる場になればと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、初めてご覧になった方もぜひこれからよろしくお願いします。
そしてこの番組は参加型公開生放送ということですが、視聴者の皆さんから生の声届いておりますでしょうか。はい、ジェフバーカーズさんからハローっていうコメントをいただいてますね。ハロー。ハロー。どういうことなんですかね。今日のゲストの方の知り合いなんですかね。よくわかりません。まあ、全世界に向かって配信してますから。そうですね。よろしくお願いします。ヤマさんからこんばんは。こんばんは。はい、その他ログインされている方たくさんいらっしゃいますね。あと、視聴されている方たくさんいらっしゃるんですが、まだログインしてない、されてない、ログインしてない方たくさんいらっしゃいますので、はい、気軽にログインしていただいて、どしどし、今日は特にどしどしコメントをいただいて僕たちを助けていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてこちらの店は杉並区高円寺にありますレスリングカフェ東京さんからの配信となります。それでは店長さんをお呼びしましょう。店長のビンゴさん。あこんにちは。どうですかビンゴさん、なんかまた告知があるそうで。あ、はい、あのここにポスターがある世界プロレス協会が、はい、当店もすごく仲良くしていただいて、はい、ミスモンゴルさん中心に、あの、はい、元 FMW の、はいはい、レスラーなんですけれども、はい、あの発足人としてなんかあの年末に旗揚げしたばかりで、はい、で、当店で来月の6月7日にここでプロレスの試合をやってみようっていう。おー、そうだ、前おっしゃってましたね、そういえば、はい、はいはいはい、ここでそれであのリングをちょっとノーロープの特徴ちっちゃいリングで試合をやって若手を育てるみたいな。マジですか。そういうね、あのちょっとまあショーも見れて、レスラーの手作りのフードとか、はい、そういうのをみんなで一緒に食べたりお酒が飲めたり、なんかそういうお祭りのような感じでちょっとイベントを考えてるので。そうですね、写真見ると結構有名な選手もいらっしゃるんですね。あ、そうですね、はい、選手もそうですし、あれ次回大会にあの、あ、この方、あの一木さんはあのミスモンゴルさんが元気の出るテレビ の、はい、あのプロレス予備校女子部 の、 あのご出身なんですけど、一緒にデビューされた方で。なるほど、はい、そうなんですよね。あとガバイじいちゃんとかも人気があって。どういうことですかこの人は。これ佐賀 の、 あの九州プロレスの所属選手で、はい、すごい人気がある。へー。あと来月は、本間選手、本間智明選手、はいはいはい、今新日に上がりになってらっしゃる方とかも出演される興行とかもあります。マジですか。はい、直にレスラーと触れ合える機会を作りたいと思ってるので。はい、さすが世界プロレス協会ですね。そうですね、はい、大々的に守ってます。あれ、ここでやるのは日にちは決まってるんでしたっけ。はい、はい、6月の7日の一応夜19時頃からということで。ですか。はい、6月の7日の何曜日でしたっけ。まあ、土曜日です。土曜日ですか、はい、ここでプロレスが見れちゃうという。すごい、はい、ちょっとそれあれなんですか、あの別に飲食代とは別になんか入場料かかったりとかってするんですか。うん、あ、入場料、ですね、あのまああの普通に会場に行くよりは安く見れる設定に、うん、はい、あの今決めてるところです。なるほど、はい、まあ、別は料金がかかるけど多分お手軽な料金で、はい、すぐそこでし、あの試合も見れて、はい、あとは選手の手作り料理も食べれちゃうという。食べれちゃう、はい、すごい。マジですか。お話もいっぱいできると思います。マジですか、すごい。ちょっとあれですね、プロレス好きもそうですけど、ちょっと興味あるっていう人にとっても、うん、あれですね、いろいろ聞いて大丈夫なんで。なるほど。もう聞きにくいこととかもあると思うんですけど、はい、でも全然聞いて。本当ですか、はい、そういうものを交流を持とうっていうのが、はい、はい、なるほど、楽しみですね、はい、じゃあこちらの方も、はい、続報また番組の中でお伝えしてまいりますので、楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。店長のビンゴさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。店長のビンゴさん、ありがとうございました。皆さん、こちらの会場にもぜひ遊びにいらしてください。入場料1000円とワンドリンクチャージ500円となっております。はい、それではお待たせいたしました。本日のゲストは原田芳樹選手です。やったただ。
準備万端ですよ。ちゃんと来てくれて、すごい準備万端ですよ。あれ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 いいやつ来たんですよ。あれ今日いい T シャツ、背中見せてください。背中見せてください。なんかいい T シャツ来てますよ。あれいいですね。あれじゃあちょっとマイクに向かって簡単に自己紹介を。はい、マッハ道場の原田よしきです。あれどこにも書いてない。どこにも破天荒。8105は書いてないです。あれ。まあしょうがないですね。もう破天荒は捨てたってことですよね。もうね、今日はここで重大発表したいです。なんですか。マジですか。はい、破天荒は引退します。もう怖い、破天荒怖い、もう怖い。わかりました。じゃあ僕、はい、この T シャツヤフーオークションで売っ払います。やめましょう。この間来てたら、鎌屋さんに破かれました。はいはい、せっかく作ったのにもったいないじゃないですか。もうすみません、なんか T シャツ買っていただいた皆さん、本当すみません。意外とコメントいっぱいいただいてます。エグニャンさんからこんばんは。こんばんは。破天荒さんから、原田選手の弟子です。破天荒最高ってもう早速言ってます。タニグ77さんからペーパービュー昨日初めて見ました。ディープジュエスありがとうございます。どうですか、多分ねセンターカメラ1台だったと思うんですけど、おそらくそれでも結構普通にちゃんと見れたんじゃないかなって気がします。破天荒さんから、今日はネタあるんですか？滑っちゃうからね、いつも。山さんから、今回は包帯姿じゃないのですねって。何ですか、何ですか？今回は包帯姿じゃないのですね。どうですか、見てくれてますね。前回のやつ、ちょっとトイレ行ってこようかな、じゃあ。はいはいはい、今回、繋げないんで。前回はね、長倉さんが、前回はあれですよ。長倉選手、本当はね、前回ね、長倉選手が主役で出ていただいて、で長倉選手が僕は出演交渉してるときにメールで原田芳樹も連れてって大丈夫ですかってメールをくださって、僕は大丈夫なんですかって返事をして、結構ツイッター上当時騒がせて、ちょっと軽く炎上させてたので、僕大丈夫なんですかって言ったら、長倉さんが、いや大丈夫ですと、彼はねあんな感じのキャラで売ってるけど、すごいいいやつで、なんか僕は本当はねそんなやつじゃないっていうのをアピールしたいし、もし何か困ったことがあったら僕に振ってくれれば何とかしますからって言って、でお呼びして、急遽ですか。そしたら長倉さんも途中から頭抱えて一切喋んなくなっちゃって、僕の、ね、持ってきたネタとかギャグに一切もう触れてくれなくなって、本当はもう2個ぐらいあったんですけど、もうやめてくれってこうやりました。そうです。そして原田選手が説教を食らって終わるっていう謎の、そうですね、最後謝罪までして、なぜか。あれ、クリちゃんと原田選手って会うのって初めてなんですか？初めてお会いします。でも僕はだからもうなぜか知ってるというか、はいはい、まあそのディープでラウンドガールもね、はい、やってますし、来ました初、はいはい、あれですね、はい、あのディープの、まあいろいろ支援されてる、名前出して大丈夫ですかね、二平さんが多分ラウンドガールのことも管理されてると思うんですけど、はい、原田選手は二重さんととてもお世話になってて、はいはいはい、まあ、その二重さんがリーダーというか、まあ、いて、はい、二重会という、こう、はい、会がありまして、はい、まあ、その目的は知ってますか？二重会聞きました、はい、なんか六本木でこの間お会いした時に、はい、二重会って皆さん言ってましたね。そうで、その長倉くんも二重会のメンバーなんですよ。はいはいはい、で、二兵会の目的は、まあ、美味しい肉を食べようっていう会です。マジですか？もともとはそうなんですよ。すごい魅力的な会じゃないですか。はい、すごい会です。で、最初はまあ僕とか、あと大塚選手、この間チャンピオンだった、はい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 、大塚選手ですね。はい、で、あと中倉選手で、で、和田辰巳選手の入り、はい、松本浩一郎君の入り。そうそうたるメンバーですね。今すごいですよ、もう。ほぼもうチャンピオンやトップ選手ばかり、はいはい。で、今目的はまたもう一個。なって、はい、まあ、その強い選手だったり、強くなりたい選手のを、まあ、支援というか応援するような会っていうのも意味もありまして、なるほど、すごいもうお世話になってます。もう全然ちょっと話ずれるんですけど、はい、あの
原田さん、よく二瓶さんと一緒にトレーニングとかされてる。あ、まあ、そうですね、ランニングとか。はいはいはい、二瓶さんはそのトレーニングとかもされる方なんですね。なんか、半端じゃないですよ。もうだから、なんですかね、何を目指してんだっていうか、本当もう、むしろ他の選手とかよりも多分練習やってますね。へー。まあ、格闘技自体はそこまでですけど、はい、もう走ったり筋トレだったり、まあそうです、フルマラソンも去年挑戦したりとか。マジですか。なんか今度格闘技の力二兵会で行くからってこれ言ってます。マジですか。じゃあ今日ではなかったんですね、それは。この様子を今日は、残念ながら、残念ながら、だから今日しょうがないですね。ちょっとすいません、話全然それちゃいますだけどね、あのファンの方にはあまり顔なじみない方だと思いますけど、破天荒さんから、はい、僕破天荒 T シャツ2枚買ったのに、もうだから彼にもう2代目を引き継いでもらう。この方はあれですか、原田さんもちょっと多分面識ある、面識あるさん、ツイッターで、はい、破天荒をかなりもう崇拝しているというか。マジっすか。最近ちょっと暴走してるから気をつけてね。俺みたいになるなよ。気をつけろ。破天荒さんもちょっと暴走しちゃってると。多分ちょっとマジですか。結構ツイッターでいろんな選手にも絡んでるんで気をつけろ。気をつけましょう。これは本当に気をつけましょうね。まあ今日はあの原田選手、まるでちょっとこの番組の常連っぽい空気になってますけど、実は今日はあのピンでの登場初めてということなので、オーソドックスにですね、まずは格闘技との出会いということで、どういうきっかけで格闘技を始められて現在に至るのかというのをちょっと聞いてまいりたいなと思うんですけれども、もともとあれですか、原田選手は例えば格闘技とかプロレスとかがちっちゃい頃から好きだったとか、そういうきっかけとかって何かあったりとかするんですか。まあ、ありました。やっぱり、まあ、そうですね、僕小さい頃、まあ、K-1 があって、はいはいはい、まあ、プライドがあって、はい、まあ、それをずっと見て、はいはい、まあ、面白いなと思ってずっと見てたんで、でも、まあ、やってなかったですね。空手とか柔道とかもやってなく、まあ、僕中学高校バスケットやってたんで。はいはいはい、はい、なんか特に好きな選手とか、はい、なんかそういう選手とかいたりとかしたんですか。そうですね、まあ、当時は最初も、まあ、アンディ・フーゴを見て、はい、なんだこれはと、まあ、やっぱ真似から始まりましたよ、はいはいはい、こうなんだあのかかと落とし、はい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 、できないですよね、はいはいはい、モノマネしたり足上がんないですよ、だからね、なんだこれだってあのバックスピン引くやったり、はい、フグトルネードをやったりとかですね、はい、全然痛くないんですよ、はい、やっても人に当たっても大体自分が転んじゃうんですよね。そう基本そうですね、まあ、見てもうすごいって思う人をやっぱ真似してました。なるほど、はい、あれは総合の方は、はい、プライドの方はなんか好きな選手とかは。そうですね、やっぱ、まあ、もちろん日本人も強かったし、はい、好きでしたけど、やっぱもうヘビー級のあの、まあ、ヘビー級もそうですけど、結構海外の選手が好きで、まあ、バンダレ・シューバー、はい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 、はい、なるほど、はい、やっぱじゃああれなんですね、こうガンガン前に出るストライカー的な選手が、ね、はい、当時から、はい、やっぱ見ててこうワクワクするような試合をする人が好きでしたね。あの中学高校とバスケをやられたってことなんですけど、はい、なんでバスケをその結構6年間ってことは結構やられたのかなと思ったと思うんですけど、はいはいはい、バスケの方にその行ったっていうのは何か理由とかあるんですか。まあ、そうですね、まあでも、まあ、最初小学校の時少年野球やってたんですよ。少年野球を、はい、少年野球やってたんですけど、はい、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらいで土日で練習じゃないですか、あのって、はい、遊べねえよと思って、はいはいはい、すぐやめたんですよ。そんな理由ですか。そんな理由 でただ僕運動神経だけめちゃくちゃ良くて、はいはいはい、もう子供の頃からなんですか、習い事とかしなかったんですけど、はい、足も速いし、まあ、球技でも何でもできたんですよ。それで、まあ、すぐやめちゃって、はい、なんかまあ、ゲームセンターばっかりしたんですよね。小学校ですか。小学校で僕ね、すごいんですよ、僕の家ちょっと話取れちゃいますけど、はい、いやいいですけど、なんかね、なんかね、1週間僕お小遣い3000もらってたんですよ。1週間ですよ、小学4年生ぐらいで。で、もう毎日ゲーセン行って、はい、もう格ゲーばっかやってたんですよ。マジですか。はい、で、もうなんですか、でもめっちゃゲームうまかったんですよ。でも高校生とかも対戦して、はい、もう勝っちゃうんで。マジですか。お前もう来んなとか喧嘩になったこともあって。マジですか。でもだからお菓子とかも駄菓子屋行くじゃないですか、はい、うまい棒とか大人がいいですよ。これ全種類3本としかないです。そうね、はい、俺も小学校の時に一人そういうやついたんですよ。藤田ってやつがいたんですけど、あのビックリマンチョコを大人買いして、はい、シール欲しいからチョコお前にやるよって全部やる。そんなやつですか。一緒うわー、ちょっと、まあ、こんなこと言ったらですけど、 お菓子が捨ててましたね。うわー、怒られて、はい、でうまい棒も30本とか食っちゃうんですよ。
それで夜ご飯食えなくなってで、ある日怒られて、それで、はい、すごい、いや、いたいた、すごい、多分もう小学生の中ではなんか人気者っていうか、群がりますよね、そうやって。そうですね、なんかこう、ラーメンとか食いに行くんですよ、夕方とか。小学校が、小学生じゃない、小学生がラーメン食いに行くって豚麺じゃないんですね、うん、ものすごいことなんで。それすごいですね、すごい、ラーメン食いに行って、おい、平田、おごってやるよって。おー、マジかと思って、うん、え、それラーメンなんですか。ラーメンも、ラーメンショップに行ってネギラーメンも、豚骨ラーメンもおごってくれるんですわ。すごい、近いです、家の隣がなんか肉屋があったんですよ、そこで唐揚げとかハムカツとかを買って、やっぱおごってました。やばい、すごい、やばい、はい。で、まあ、話しちゃったんですけど、そう、で、それで、まあ、何もしなかったんですよ。まあ、中学でそれで、その、スラムダンクがすごい漫画流行ってたんで、漫画もすごい好きなんですよ。もう、ジャンプもマガジンとかも全部買って読んでたし。もう3000もらってた。3000あるんで。もう、もう3000。まあ、ジャンプ、マガジン、チャンピオン。もう、大体読んでました。マジか。はい、すごい。破天荒さんから、十分破天荒ですよ、原田選手。ありがとうございます。よかったですね、原田選手。前回出た時、一言もコメントなかったのに。今回、すごいですね。告知が早かったから。告知が早かったから。前回一応サプライズだったんで。確かに、はい、そういえばそうだった。そうです。はい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 。それでジャンプが好き。はいはい、それでスラムダンクを見て、もう、あ、これやりたいと。で、どうせでもお前は1ヶ月やめるだろうと。はいはいはい、はい。で、まあとりあえず、お小遣いもあるんで、場所とかもとりあえず買って。はいはいはい。はい、で、やったんですよ。で、そうしたらまあ面白くて。そう。はい。そう、それでまあ続けたんですよね。はい、で、まあ、多分運動神経良かったってことは続けてそれなりに多分活躍もされたと思うんですけど、それはその中高でやめてその後やんなかったってなんか。あ、でもまあ中、まあ、高校の時はもうまあ推薦になったんですけど、それがもう家のすぐとこだったんですよ、高校が。もうなんかもうなんすか、通学するのめんどくさいと思って、でたまたま家のそのすぐ近くの地元の学校が結構強かったんですよ、で推薦で入って、そう、それでまあ頑張ってたんですけど、でも終わってからもその趣味でやったりとかもして。へえ。ただね、僕めっちゃね、チームワーク悪いんですよ。まあ、チームワーク悪いっていうか、僕目がめっちゃ悪いんですよ。あ、そうなんですか。そう、目悪いんですよ。視力いくつなんですか。はい、視力も 0.05、 一番でっかいのとかこう見えないんですよ。あ、そうなんですか。もうそういうレベルです。試合の時とかって別にコンタクトとか入れてます。入れてやって、はい、あ、でも取れちゃう時あるんですけど、そうですよね、そういう選手たまにいらっしゃいますもんね、はい、いつも僕負けてる時はコンタクトが取れて見えない、見えないです。コンタクトのせいだ、言い訳です。見えてないだけです、はい、コンタクトさえハマってれば、まあ、レーシックさしてればっていう、はい、マジですか。そのちょっと、はい、その目が悪いのとチームワークが悪い、その因果関係がいまいちつかめてないんですけど、まあ、そうです。だから相手仲間の表情も相手も分からないわけですよ。でも切り替え早いじゃないですか、バスケ。俺のマークどこ行ったみたいな。どこ行ったっつって違うとこ行っちゃって、僕のマークのやつはこう開いちゃったわけですよ。でもゴールも感覚ですよね、あそこら辺かなっていう。感覚ですよ。マジ感覚で試合やってたんですか。やってましたよ。で、それで高校卒業してコンタクトつけたんですよね、はい、そしたらめっちゃ見えるわけですよ、はいはいはい、そしたらなんかめちゃくちゃ調子いいんですよ、はいはいはい、なんで俺つけてなかったんだろう。でもつけてたら多分もっと今頃そっちの世界に行ってたかもしれない。なるほどなるほど。ちょっともうちょっと早ければと。そうですね、だから身体能力で勝ったんで、で1対1はめちゃくちゃ強いんですよ。なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど。それで格闘技は1対1だと。うん、確かに、はい。で、しかもまあバスケは身長あるじゃないですか、はい、まあ、格闘で言ったら階級ですよね、うん、もう2メーターとか出てきたら終わりですよ、こう届かないですよ、まあ、そうですよね、はい、そうですね。でもジャンプ量がめっちゃあって、僕160、はい、もうリングとかこうガーンとぶら下がれたんで。あ、マジですか。めちゃくちゃジャンプ量がすごい、はい、へえ。そっからもうそこまで夢中になったそのバスケを、はい、まあ、捨ててじゃないですけど、はい、そっからその格闘技の道に行こうと思ったのはなぜなんですかね。まあ、そうですね、まあ、僕も普通に発表してますけど、まあ、僕こう韓国と日本の、まあ、ハーフなんですけど、はい、まあ、ちょっと小さい頃いじめたこともあったんですよ。あ、それが原因で。 そう、まあ、それでまあ強くなりたいってずっと思ってて、はい、あ、まあ、それもあって、まあ、18で高校卒業して東京で仕事で来たんですけど、はい、まあ、2年ぐらいやったんですけど、ちょっとなんかもう自分でやりたい仕事じゃないなというか、まあ、申し訳ないんですけど、そうで、ちょっとなんか人生1回だから1回やってみたいなと思って、はいはいはい、まあ、ちょっとノイローゼ気味になってたんですよね、まあ、仕事がつらいとかになって、はい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 、まあ、人間関係もありましたけど、はい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 、それでちょっとやってみようかなと思って、
格闘技やっぱすごいテレビやってたから、はい、一回その体験できるってとこに行ったんですよね。はい、でそこでもうやっぱハマっちゃって。最初ってあれなんですよ、総合のジムじゃなかったんですよね。あ、でもね、総合っす、あそうなんです、ボディチェックジムって、はいはい、島田レフリーがやってた、ほうほうほう、当時アザビ、はい、アザビ10番あったんですけど、はいはいはい、そうそう、そこで、まあ、やってて、へー、そこで、まあ、伝説のミッドショッピングで千島さんって多分、まあ、格闘技のやってる方知ってると思うんですけど、はい、チーアンっていうね、はいはい、伝説の方がいるんですけど、最近のツイッターにもよく挙げられてる、はい、そうですね、最近は元気になってるんで、はい、その人が最初のコーチです。へー、はい、で、そこでなんだろう、まあ体験やって、で僕自信があるんでってやりたいんでって言ったら、はい、よしじゃあスパーリングやろうって言われた。しょっぱなかな、しょっぱなかです。マウスピースもないですよ、何も分かんないですよ、はい、でジャブとストレートと、まあ、ワンツーくらいかな、まあ、教えてもらって、はい、でじゃあ俺はパンチ打たないから打ってみろって、はい、で2分間で俺に一発当たったら、はい、いいぞみたいなって、はい、でやったらいきなり鼻血バーって出させちゃって。あ、マジか、ガツンと、すごいの、すごいバコーンって出て、当たったんですか、バーって出て、すげえ、周りがもう凍りついたんですよ、なんだあいつは、すごいやつが来たと、はいはいはい、でその千島さんに、お前はチャンピオンになれるから絶対格闘技やれと、でもうそれ言われて分かりましたって、他本当他の3つぐらい体験行こうとしたんですけど、はい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 、初っ端の行ったところでもう決めて、へー、そうで入会したんですよ、はい、でそうしたらまた2日目ですよ、で今度俺も手出すと、2日目で、2日目でスパイアローもうそれで、まあ、やられるわけですよ、もうやられますよ、ね、やられたと、はいはい、でそれで後からその周りの同情生に聞いたら、あのチャンピオンになれるって俺も言われたよってみんなに言ってんのかっていうはめられたっていう、当時からちょっと乗りやすい性格だったと、はいはい、みんなに来たかって、うまいなとでも鼻血出させたのは本当初めてですね。はい、はい、はい、なるほど。そっからもう最初はじゃあ最初からプロ選手になる。そうです、もうプロ規模で、はい、まあじゃあ最初多分あのアマチュアの大会とか、あ、そうそう、それもねまたすごいですけど、はいはいはい、入って、はい、もう自分がまあなぜか謎の自信があったんで、はい、もうやりたいやりたいと、試合出たいと、じゃあお前出てみろと、はい、でその時なんかプライドチャレンジっていう、まあ、アマチュアの大会だったんですね、はいはいはい、で、まあ、しっかりちゃんとみんなやってる人が出るんですけど、はいはい、で僕初めてまだ1ヶ月ですよ、1ヶ月1ヶ月ですよ、初めて入って1ヶ月で、はい、じゃあお前分かったら出ろってそれでむちゃくちゃだ、厳しさを知れとはいはいはい、はい、でしかもまだ僕ボクシングしかなかったんですけど寝技もほとんどもう2日ぐらいかな寝技も2日ぐらいのキックも多分1日2日なんですよ。マジですか。で僕それで勝っちゃったんですよね。マジで、何で勝ったんですか。ほとんどパンチ当てて、もう相手なんか鼻折れたか分かんないですけど、もうで その人もなんか前回大会でなんか MVP じゃないけどなんか賞とか取ってる人で、はい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 、結構出てる、はい、で僕だけ所属みんな柔道何年とか、総合格闘技何年かかるじゃないですか、はいはいはい、僕だけバスケットボールとかマジですか。バックボーンバスケットボールジャイアントシルバーと同じじゃないですかそれでもそれがね、確実に乗ったんですよ。マジですか、はい、バスケットボール、バックボーンみたいな。当時確かね、プライドチャレンジ確か、うん、あのネットのテレビでも光 TV だったりとか流れてたんで、はいはい、結構多分今でも探せば出てくる。そうですね、多分出てくると思う、はい、有名なあれでしたよ、大会でしたよ、はい、マジですか。勝っちゃったんですよ、それで、破天荒さんから、原田選手イコール打撃のイメージがあったけど試合見てみると寝技で下になってもラバーガードもできて三角締めで1本で勝ったので運動神経の塊だと思いましたって、すごいですね、この人。もうかなりもうかなり原田ファンですね、はい、これすごい大事にしなきゃダメですね、大事にしますよ。あとあれ、原田選手、破天荒さんから二平さんにもフォローしていただいてました、気をつけますって、さっきあのそうです、ね、ツイッターに気をつけろって言われて、本当気をつけろ、俺が言われるからな破天荒、俺が言われるから気をつけろ頼むぞ。マジですか、すごいっすね、うん、そこからあのまあいくつか多分アマチュアの大会をそれで積んでって、はいはい、アマチュアの大会は結構それで順風満帆に、またね、ここでね、はいはい、僕ね、なんだろう、おだてられると調子に乗りやすくて、あ、分かりますよ。でそう、あれなんだろう、けなされる、怒られると、はい、へこむんですよ。あ、分かります。もうすごい扱いが難しいんですよ、はいはい、それでまた調子乗っちゃって俺1ヶ月やっただけで発想みたいな感じですね、ただいたそうですよ、で調子こいて遊んでたら、はい、まあ、ちょっといろいろ喧嘩に巻き込まれちゃいまして、はいはい、はい、で僕ね、そ肩脱臼しちゃったんですよ。それでもうしばらくできなくなっちゃって、で1回まあちょっと半年ぐらい休んだんですけど、はい、また一回試合出たんですよね、はい、そしたら試合中にね、今度僕も自分でパンチ打ったら肩がそれで外れちゃって、
あもう癖みたいになっちゃったんですよ、はいはい、それでもうダメかってなったんですよね、はい、一時期腐ってやめてたんですよ、はい、でそしたらまあマッハ道場ができて、うん、でそしたらなんとそこにその千島さんがコーチでやると、はい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 、あともう一人その鳥羽さんっているんですけどプロレスラーで DDT で、はい、鳥羽さん、田中鳥羽さんっているんですけど、もうその BCG にいたんですよ、はい、で2人とも、ま、偶然にもマッハさんとところでやるからお前辞めんのもったいないからもう一回やれよって言われて、そう、それで、まあ、うちえしっていうその最初できたばっかの時にもう付き人というかマハさんので入ったんですよね。あ、なるほど。でそれで本当は僕オーソドックスだったんですよ。あ、そうなんですか。はい、でめっちゃ左フック得意でジャブと左が得意だったんですけどもうぶっ壊れちゃったんで、あで、まあ、手術しても直したんですけど、はい、でそこからもうできないからずっと右でやってたらサスコが得意になっちゃったっていう。あ、そうなんですか。だから僕多分試合でもたまにこうスイッチするんですけど、へまあどっちもできるんですね。なるほど、はい、あのプロの最初に出た試合って総合じゃないんですよね。本当は僕あんまり言いたくないんですけどシュートボクシングですね。そうですよね、はい、で、なんでまたシュートボクシング、はいはい、まあ、その時はそうですね、入ってまだ1年経ってないぐらいかな、経ったぐらいかな、1年ぐらいですね、はい、で、やっぱ打撃がもともと得意だったんで、はい、でまあオファーが誰かいないかってことでマハさんがやっぱり、あ、マハさんがそうマハ道場できてシュートボクシング出たんですよね。はい、プライドが休止って言ってなくなっちゃって、はいはいはい、まずシュートボクシング出たんですよ。はい、まあそれもあって誰かいないですかって言われて、そう僕もシュートボクシングのジムにもマハさんと一緒にあの出稽古とかも行かせてもらったんで、はい、そうそれで出たんですよ。そしたらその相手がなんとあれですね、怪物くんと言われてる、そうですね、鈴木選手ですよね。強かったっすよ。強かったっすか、当時から、はい、めっちゃね、パンチありましたよ。今まで食らった中で一番やっぱパンチ力ありましたね。やっぱ、はい、練習とかも全部合わせて、いや、すごかったっす。なるほど、はい、いや、だって試合見ててもね、はい、パンチ力もそうだし外国人に引け取らないパンチ力だし、ね、体もやっぱすごいし、 目もすごいですね、はい、鈴木選手多分。でもね、まあ、リベンジしたい気持ちありますよね。お正直、はい、マジですか。正直ありますよ。マジですか。今ならっていうのありますよ、正直。じゃあちょっと、はい、そこまで、はい、上り詰めましょうよ、そこまで上り詰めたいですね、行ったからには、はい、なるほど、はい、そっからあれですか、あの、その最初から別に立ち技志望ってわけじゃなくて、たまたまじゃあその、はい、きっかけがあってSBに行って、はい、まあ、当然マッハ道場に行ったってからにやっぱり総合でこうやって、はい、で初めて出た試合が何でしたっけ、総合の。総合だとグラチャンです。そうですね、はい、プロの初めてそのグラチャンっていう総合の試合に出てみてどうでした。やっぱでもね、緊張しましたよ。そのなんだろう、まあ、最初負けちゃったし、はい、まあ、道場で子供とかも教えてたんで、はい、やっぱこう先生っていつも言われるからもうプレッシャーありました。これ負けたらもうなんか先生って呼ばれてるのが恥ずかしくなっちゃったというか、はい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 、そうそうそう、教える自信もなくなりそうだったんで、はい、絶対勝ちたいと思って、あ、まあ、それで勝てたんで。なるほど、結構あれなんですよ、内弟子っていうその立場もあるし、はい、その先生でやってるっていう立場もあって、はい、もう絶対勝たなきゃいけない状況でずっと試合をされてきて、うん、ね、はい、あ、でグラチャンで経験を積んで、はい、ディープの本戦に上がってっていう。そうです、はい、なるほど、で、ね、運が良かったです本当に。その、まあ、グラチャン、まあ、マハ道場できた時はその秋葉さんって、はい、まあ、あのコミッショナー、ディープのコミッショナーがお店やってたんですよ、はいはいはい、でそこでお店を改装してマハ道場を作ってくれて、はい、だからすごい秋葉さんがすごいお世話になったん でそれで、まあ、グラチャンも出してもらって、であの芸人キック、はいはいはい、それがディープのプロのデビューなんですけど、はいはいはい、それも秋葉さんが一応こう払ってもいるよって言ってくれて、なるほど、それで出してもらえたんです。なるほど、すごいマハさんと出会ったことでいろんな人と出会えて、はい、すごい運が良かったですね。なるほど、はい、まあ多分いろいろ、まあ、そういう出会いとか、はい、あと、まあ、絶対負けられない環境みたいなのもあって、はい、結構順風満帆に白星重ねてって。そうですね、はい、最初は、はいはいはい、でまあだんだんやっぱり対戦相手も強くなってっていうのもあって、はい、まあ、あと、ファイトスタイルも多分あの研究されてっていうのもあったと思うんですけど、まあ多分思うような結果も出ないで、はい、なかなか、苦しい状況にとって、まあ、今に至ってるのかなみたいな、ざっとそんな、感じですね。で、まあ、ちょっと最近ちょっとね、いろんなあの決意表明をされましたけど、はい、それはちょっとまた、後ほど、はい、触れさせていただくとして、ちょっとここで V
ブレイク的な感じですね。ふりちゃんの例のコーナーを、はい、行きましょうか。なんすか、はい、恥ずかしい。なんかもういいじゃないですか。もうぼちぼちいいじゃないですか。くりちゃんの質問コーナー。ありがとうございます。あ、なんか好きなタイプとか言えばいいですか。違います。あ、違います。あ、すみません、失礼しました。格闘技は昔から興味あったって言ってたんですけど、それ以外のことで趣味とかそういうのは他にないのかなと思って。趣味、そう、趣味、はい、そうですね、まあ、釣りが好きですね。おお、はい、意外。海ですか。海、今海です。いや、私釣り最近、お、な、釣り女子、はいはい、いるじゃないですか、はい、で趣味ちょっと見つけたいなと思って私も、はい、で釣りを始めたいなと思ってて、おで小さい時は釣りやってたんですよ、子供の時。本当に。え、地元海があるとこですか。いや、ないんですけど、パパが釣り好き で、でパパとよくお父さんです、はい、お父さんと一緒に釣り行ってたんですけど、なんか海釣りどうなんだろうと思って。今だからあの虫あるじゃないですか、触れる。あの時は触れたんですけど、はい、今あのミミズみたいな、はいはい、イソメ、はい、なあれちょっと不安なんですよね。子供の時は触れた。つけてあげますよ。本当ですか。俺がつけてあげる。おすすめの場所はどこですか。やっぱ千葉、地元千葉。あ、そうなんですね。ちょっと誘ってますよ、これ。誘ってますね。誘ってます。ちょっと今ね、違いました。今、こう、今パクって、パクっていっちゃいました。いいね。つられた、つられた。いい染め、いい染め出してきたから。いい染め出してきた、もう今。ね。いや、原田選手が釣りが好きっていうのは超意外なんですけど。本当ですか。でも、ちっちゃい頃からやっぱ海があって、川もあって、湖もあって、まあ、ブラックバスが流行ってたじゃないですか。はいはいはい。20年ぐらい前。はいはい。それで、まあみんなやってたんで、僕も始めて、で、ハマってたんですよね。で、まあ、大人になって二十歳過ぎてから、まあ、親戚がすごい海釣りが好きだったんですよ、はい、で、一緒に行ってみようって言われた時に、はい、それでハマっちゃって、へぇー、はい、そうすごいですよ、もう普通に防波堤とかで、はいはいはい、もうあの石鯛とか黒鯛とか、はい、すごい、まあまあ、あの鈴木とか、へぇー、何でも釣りますよ。マジですか、すごいなぁ。そうそうそう、クリちゃん連れてってよ。もう、え、船とかでも行きますか。船も何回か行きました。私子供の時船酔いがすごくて、だからこういうな船とかじゃなく、あ、全然できる、でやってたんですけど、今は大丈夫な気がして、船で大きいの釣ってみたいんですよ。うわ、食べれるじゃないですか。またやべ、釣られちゃうな俺が。食べれるからね。食べれるから、さばけたりとかもするんですか。大食いじゃできます。ちょっと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 、でもあの刺身にするときは、はい、あの友達の魚屋がいるんでお願いするんですけど、はい、でもあんなも全部、え、もう釣ったら船の上とかで食べたいですよね。あ、いいっすね。ちょっとちょっと行きましょう。行きましょう、夏。はい。でもそう、でもすごいんですよ、あの地元で、はい、僕千葉の一夢やってたとこなんですけど、はい、で、まあ、釣りやってたんですよ、はい、その時たまたますごい釣れて、はい、で帰ろうと思ったら、プロレスラーの藤田和幸選手が僕の今地元に引っ越してきてるんですよ。僕はまあそれ知ってたんですよね、はい、で、それたまたまいたんですよ、はい、で、藤田選手だって、で、話しかけようと思って勇気を出して、はい、話しかけようと思ったら逆にあっちから何か釣れましたかって言って、話しかけてくれて、で、うわって嬉しいと思って、で、あ、こんなの釣れましたって見せたら、はい、すんごいこんなのとか釣れてたんで、はい、で、って驚いて、はい、こんなの釣れんのって、どうやって釣れるのって言って、もう30分ぐらい釣りの話してました。マジですか。で、やっとやっぱり俺格闘技やってるって言いたいのにって思ったら、ずっと30分間魚の話ですよ。で、そう、やっと、はい、あの、実は僕、マハド城で格闘技やってました、ね、え、そうなのって言って、で、僕、ここ地元なんですよって言って、じゃあまたそこから話盛り上がっちゃって、へぇ、なんか、すごい出会いがまた、マジですか。もしかしたらじゃひょっとしたら釣り仲間になるかもしれないですね。そうそう、教えてよ。マジっすか、うん、ひょっとしたらじゃあ半年後ぐらいに原田選手、みんなでじゃあ ね、みんなで、うん、IGF とか出てるかもしれない、うん、原田選手。そう、でもIGF でバンナとか戦わせるかもしれない、ね、この軽量だけど、この軽量この体重なのに、うん、マジですか、うん、そうそうそう、でも、ね、会場でお会いした時もやっぱ覚えてくれて、へぇ、そう、あの話してくれて、はい、すごい嬉しかったです。やばい、出会いありますね。ですよ、釣りでも何でもあるんですね。いいですね、釣り好きな女の子っていいですね。いや、まだですよ、私はまだです。まだ、じゃあ始めてみたいなっていう、はい、やりましょう、もうやりましょう、はい、もう全部、全部買ってあげる。お素晴らしい、素晴らしい、はい、
じゃあ栗ちゃんがこの栗釣り具のことを好きになるかどうかはもう原田さんにかかってるわけですね、これ。そういうことですね。そうですね、はい、でも小さい時やってたから。ああ、そうね。はい、ちょっとはできるかもしれないですけど。なるほど、はい、はい、じゃあ大丈夫ですか、栗ちゃん。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上、栗ちゃんの質問コーナーでした。はい、ありがとうございます。なぜか締めのコーナー僕がやるという謎のまあ、そして原田選手、はい、前回ですね、この番組に出ていただいてですね、はいはい、まあ、いろいろありましたね。はい、確かあれ試合の直前でしたね。そうですね、はい、まあ、ちょっとその後からのですね、まあ、原田選手といえばツイッターということでですね、いろいろ原田選手の流れをちょっと振り返ってまいりました。なぜか放っとけない破天荒原田芳樹のその後と題しまして、嬉しい、僕のこと分かってくれてます、そのほっとけないというよく言われます。なぜなんでしょうね、なぜ僕オファーしちゃったんだろうって自分でも分かんないです。みんなに言われました。なんでってそんなにですか。まあいいです、いいです。まあちょっと前回の試合が終わってですね、この原田選手のつぶやきにもありますね。昨日はいいところもなく破天荒なところもなく完敗でした。全く成長が見られない試合内容で情けないです。怪我や対戦相手が変わったことは言い訳にしたくありませんし、負けたのはいろいろな意味でも弱い自分の責任です。そして急遽してくれた芦田選手ありがとうということですね。そして次、強くなりたいって始めた格闘技、強くなれて勘違いしてうぬぼれて調子に乗って試合で勝ちたいじゃなくて勝っても負けても盛り上げればいいと思うように、なってたかもということで、どうなんですかね、あの前回の、放送では破天荒キャラのツイッターを取り上げてですね、おいこれ大丈夫なのか原田さんっていうつぶやきが多かったんですけど、この辺見るとそのちょっと原田選手に戻ったような。う、ね、でやっぱ試合の後もあれですか、いろんな人にいろいろ言われたりともしたんですか。まあ、ありましたね。ほうほうほう。まあいろんな人が僕に愛をくれましたよ。僕もなんかまあ、結構落ち込みやすいタイプなんで、こう見えて、はいはい。まあ、そうしたらいろいろこうマーさん、もちろんマーさんもそうだし、はい、まあ、あとディープの佐伯さんにも相談したし、はい、まあ、もちろんさっき言った逃げ会の逃げさんにも相談した、はい。まあ、いろんな人と話して、まあやっぱ僕がちょっと調子乗ってたなっていうのもあって、なるほど、まあこれじゃダメだと、やっぱ応援してくれる人がいてこれじゃダメだと。でね、まあちょっとね、これ僕言うと泣きそうになっちゃうんですけど、はい、まあ、うん、そうですね、まあちょっと高円寺でね、今日もせっかく高円寺なんで、はい、まあ、すごい本当僕のプロデビューする前からね、 お父さんのような存在というか、はい、まあそういう方がいたんですけど、ちょっと最近亡くなってしまって、はいはい、まあ、その人とすごい本当も僕のなんだろうね、まあ、子供のようにすごい接してくれて応援してくれてて、はい、で、まあ、すごい体調悪くて入院したんですよね。それでお見舞い去年行った時に、まあ、僕は破天荒キャラでやってたら、はい、まあ、そんな原田俺は見たくないと、そんな原田好きじゃないと、はい、それがねちょっと最後の言葉になっちゃって、はあ、そうなんですよ。だからそれは正直その泣く、まあ、最近ですけどね、それは、はい、それを思い出して、ああって、これはまあその人のためにもしっかりやらなきゃなって今すごい思うようになりました。もちろん負けた後もそうでしたけど、はい、なるほど。それがねちょっと今一番来てましたね。いろんなものがこう重なったってことですね。私もあのその原田選手の試合を会場で見てたんですけど、ブレイブの芦田選手で、まあ、原田選手には多分立って戦いたかったと思うんですけど、芦田選手はすごくレスリングが強い選手で、テイクダウンされてこう寝かされて、なかなか多分思うような試合ができないで、まあ、そのままちょっと、ペースを握れないまま終わったような、そんな試合でしたね。だからちょっともともと戦う予定だった選手と180度違うファイトスタイルの選手だったんで、まあ、そういうちょっと多分不運もあったとは思うんですけど、まあ、ちょっとなかなかね、最近のちょっと流れもあってっていうところもありますね。なるほど。でもね、負けた原因もね、結局は自分自身でしたよ。その相手同行よりも、うん、まあ、自分のなんだろう、フィジカルだったり、
まあ、練習のあれもそうですよね、姿勢っていうか、そうですけど、はい、全部がなんか自分の、ね、こうパフォーマンスが全部落っこっちゃってて、だからもう相手が強いってもなんか、俺弱いみたいな、やってて思いました、なんでこんな立てないのっていうか。いや、僕も正直、会場見てて、はい、1年前、2年前の原田選手と、なんかちょっと別人みたいになっちゃったなって、すごく感じたんですよ、正直、はいはい、体もね、作れてなかった。そうなんですよ。本当さっきご自身で身体能力があってお話しされてましたけど、もっと弾けてたイメージあったんですよね。そうですね。そうですね。戦い方自体が、うん、なんかそれがまあちょっと多分なんですかね、縮こまったファイトスタイルになってるんですよ、はいはいはい、そんな気がしたんですよね、はい、なんか見てて。なんかダメでしたね、はい、ガッていけなくなってて。なるほど、はい、まあそんな試合もありましたですね、こんな話もありましたと。これあれですね、多分、先月の後楽園ですね、ディープの昨日のディープで、あのツイッターから初めて長男亮さんにお会いしました。殴られるの覚悟で謝ったら、おお頑張ってるかと、愛のある言葉をいただきました。愛ですよ。広くて優しくて本当に尊敬です。格闘家としても人間としても本当に尊敬です。どうですか、長男さんの愛ですよ。ね、あの前回の回でも放送しましたけど、はい、とんでもない発言をして、はい、とんでもないコメントをいただいて、はい、絶縁的なコメントをいただいて、そうなんですか、はい、僕、後楽園で、あ、クリちゃんがあの、はい、あれですよ、ランドガリアって時ですよ、はい、あのちょうどその時ですね、長男だったら喋った、はい、で、僕、あの原選手と後楽園の通路で会ったら、はい、ああ、皆さん長男さんに話しかけられました。おお頑張ってんなって言ってもらいましたみたいな、めちゃくちゃ笑顔で、そうなんですよ、っぽど嬉しかったんだな。だって本当平田さんのおかげで、いや僕のおかげですよ、この番組で平田さんが、いや長男さんに謝った方がいいですよと、はいはいはい、もうこの番組で前回出た時に、はい、長男さんすいませんって謝って、まあ、それを見てたかどうか分かんないですけど、まあ僕もだからうわーと思ってたんですけど、はい、そうやって許してくれたというか愛の言葉をいただき、この番組のおかげです。まあまあ心が広い人ですね、長男さんはね、はい、まあ、そう言いながらちょっとドキドキしましたね、この話題に。そして、最近ですね、4月の9日になってから、あと近々僕の格闘技に関しての発表というか、僕の決断したことをお知らせしますと、これが正解なのか分かりませんが、やってやるって気持ちですということですね。で、4月18日、以前に言ってた発表ですが、総合やめてキックに転向することにしましたと。キックで頂点目指していきます。ディープで僕の試合見てくれた方、応援よろしくお願いします。そして、つい最近5月の14日、試合のお知らせ。6月29日、グラジエーターでキックルール63キロタイトルマッチ、いきなりタイトルマッチ、破天荒。応援よろしくお願いします。対戦相手など詳細はまた追ってってことで、こんな急展開が起きてですね、すぐですね、またちょっとね、なぜキックにっていうことですね、はい、はい、そうですね、はい、まあそうですね、もう正直まあ打撃が得意で、まあ、総合でやってますけど、はい、なんか総合の試合なのにこいつらタックルばっかやって逃げやがってみたいな変な気持ちがあるんですよ、はいはいはい、でも、まあ、総合出てんだからっていう、はい、まあ、それは当たり前のことですよね。、はい、それも普通だからっていう、はい、でまあ、正直ね、DJ 大輝選手に負けてからかな、はいはい、からちょっとキックやりたいなって結構相談してたんですよ、フォアもいただいたりしたんですけど、はいはいはい、まあ、でもその時に、まあ、両立ってすると結構ね弱くなるよって、ね、どっちもこう片手間になっちゃって弱くなるよって言われて、はいはい、なるほどと。でそれでまあ迷ってたんですよ、ずっと、はい、まあ、それだったらやっぱ本気で一回、まあ、人生一回じゃないですか、うん、さっきも始めた時もそうですけど格闘技を一、うん、回だからやっぱね、やってやらないで後悔するよね、やって後悔した方がいいっていうふうに思ってるんで、まあ、ちょっとやってみたいと、はい、キックに転向するっていう発言をした後、その周りの反応ってどうでした？そうですね、まあもったいないっていう人もいました。せっかくディープも出てて、はいはい、ね、まあ、寝技とかで負けてましたけど、はい、全然原田君、ね、強いからもったいないよっていう人もいれば、逆にキックだったら持ち味をね、もう最高に発揮できるから面白いんじゃないのって、見たい見たいっていう人もいて、
まあ、半々、まあ、多いかな、キックの方が面白いっていう人が多いかもしれない。なるほど、はい、そうですね。最近やっぱ応援来てくれる人が、はい、結構もう最近僕連敗しちゃってて、はい、まあ、不甲斐ない試合が多かったんで、はい、まあ、余計やっぱりキックやったら面白いねっていうのが多いですね。僕は結構ね、あのこのツイッター見て、はい、あの反射的に原田選手にオファーしたんですよね、はい、番組のオファーを、はい、あの今までのこの発言から感じないような本気度をちょっと僕は感じたの で、はい、で正直やっぱ僕の周りでもあのまたどうせそんなこと言って総合戻るんじゃないのっていう発言もありましたし、あの、まあ、本当のところの原田さんのキックに対する本気度っていうのはもう多分原田さんしか分かんないんで、あの、原田さんに分かんないです。あのもしかしたらまたそこに戻るかもしれないんで、僕はそれ分かんないんですけど、まあでも一つは多分原田さんはそう言われることもおそらく覚悟の上でこの発言をされたと思うし、あとこれは僕の個人的な意見なんですけど、別にあのそれでキックで思うような結果が出なくて、また僕は総合に戻っても別にいいと思うんですよね。やっぱあの原田選手がおっしゃった通り、まあ、一度きりの決して長くはない格闘家としての人生ですし、別にサラリーマンが転職するのと同じように格闘家だっていろんな道を僕は目指してもいいと思って、まあ、その結果成功するかどうかっていうのはもうそれはもうその人の、ね、あれな努力次第なんで、まあ、周りがつべこべ言うことじゃないなって僕は思っているので、まあ、ちょっとそんな感じですね。破天荒さんから、原田選手がツイッターをツイートを少なくしたのが残念ですっていう。いいんじゃないですか。ツイッター怖いよ。見てて怖いよ。そしてあれですね、グラジュエーターのタイトルマッチが決まったということでびっくりしたんですけど、はい、ちょっとその6月の大会のポスター見つからなかったんで、とりあえず便宜的に4月の、グラジュエーターの大会のポスターを持ってきた、ちょっとグラジュエーターの大会の雰囲気だけでも伝わればいいなと思って、お持ちしてきたんですけど、はい、原田選手の方からこのグラジュエーターってどんな大会なのかってざっくりちょっと説明してもらってもいいですか。はいはいはい、そうです。僕も結構そのマハ道場の選手も何人も出てるんで、はいはいはい、結構セコンドで行くことが多いんで、この大会にもなんか何人か出られる。そうですね、この大会はもうマハ道場で2人チャンピオンになりましたから、はいはいはい、総合部門で、はい、そうなんですよ。総合もあってキックもあってムエタイもあるって、そんな大会なんですよね。そうそうそう、はい、結構今全国地方でいろいろやってるんで、名古屋だったり、あ、まあ、岐阜だったり北海、これ北海ですね。そうです、北海です。福岡だったり、ね、もう全国でやってて、あの CMA コリアがやってて、箕輪選手なんかもよく出られるっていう、はい、もう総合の普通の試合もやるし、プロレスもやるし、はい、キックもやるし、はい、もういろいろやりますね。結構バラエティー飛んで、その中でキックのタイトルマッチをやるということですね。はいはい、そうですね。まあ、これもいきなりっていうのも、まあ、正直その、まあ、キック部門は正直少ないんですよ。このまあチャンピオンがいるんですけど、うん、まあ、正直そのチャンピオンのためにあるようなもんだと思うんですよ。なるほど。だからまあ僕はなんていうのかな、まあ、かませんじゃないけど、うん、まあ、ちょうど原田キック健康かと、はい、まあ、これもちょっと流れがあって、はい、その話で大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい。まあ、ちょっとその3月ディープで負けちゃったんですけど、まあ、5月のローズ FC ですね、今韓国で今すごい人気の、うん、のまあオファーが来てて、まあでも負けちゃったからダメだと思ったんですけど、うん、負けても全然使いたいよって言ってくれて、はい、ただまあ自分で断っちゃったんですよね。すごいチャンスだったんですけど、はい、やっぱちょっと自信もなくしてたし、なんか負けて出るのもかっこ悪いっていうか、はい、まあ、それでまた負けても、まあ、韓国、僕ハーフ、さっきハーフって言ったけど、その親戚もいるし、はい、そんなとこ姿見せてもなと思って断っちゃったんですよ。で、まあ、キックやるって話したら、ちょうどじゃあタイトルマッチでやってあげるよっていうふうにも言われて、はい、で、まあ、それで、本当ですかって、まあ、すごいいいオファーいただいたんで、出たいと思って、はい。破天荒さんから、トシ選手がライト級チャンピオンですよね。あ、元、元ね、元。あ、元、はいはい、元だそうですよ、破天荒。それで、青木さんとお店がやりましたからね。はい、なるほどなるほど、はい、グラディター、そういうところなんですね、はい。6月29日 の、 その原田選手が出られるの会場とかはどちらになるんでしょう。はい、会場は、新宿フェイスで、昼の2時からですね、はいはい、こういう始まりまして、僕の試合だけじゃなくてそのタイトルマッチみたいなのもあるみたいなんで、面白いと思うんでぜひ遊びに来てください。なるほど。あの僕すみません、グラディーターまだ見たことないんですけど、はい、大体1大会で何試合ぐらいあるものなんですか。まあ、多い時だともう、まあ、1部2部って分かれたりして、はいはいはい、もう20数試合あったりとか、いろんなルールの試合が。そうです、はい、なるほど、はい、結構楽しめるとそうですね、いうことなんですね。はい、今回はね、なんかなんだろう、1部2部3部ブルドッグ、あ、これ発表してるのかな。あ、そうそう、ブルドッグジムの自主工業、あれも発表してます、あるんで、はい、そうそうそう、だからまあ、ちょっとチケットは別みたいですけど、はい、まあ、結構面白いと思うんで。なるほど。
もうチケットは発売してるんですか？ですね、はい、はい、じゃあもし、原田選手の応援に行きたいって方はブログ等々で、はい、ツイートとかツイッターとかで原選手にメッセージをさせていただければ、ご覧になれるということですね、はい、6月29日新宿フェイスで2時、大会開始ということで、はい、まあ、まず原田選手の第一歩期待しておりますので、ありがとうございます、はい、そしてですねちょっと最後にある方から原田選手のコメントキック転向に向けてでコメントちょっといただいてるんで、はい、読まさせていただきます、はい、よしき相手は変わったみたいだな、いろいろあったけどお前はキックのメジャー大会でチャンピオンになったら本当に認めてやる、はい、まあ、この後にこれメジャー大会だからなっていうのをこう強調されてて、はいはい、あの例えば、まあ、クラッシュとかライズだぞっていう話で、はいはいはい、もしだからキックのメジャー大会でチャンピオンだったら本当に認めてやるし、お前の前で土下座してやると。はい、誰だ大木屋の件は行きたいから秋葉さんと日程調整して約束してくれ。あーディープ代表佐伯茂、はい、それで分かりました佐伯さんやりますよ俺は。でもさっきも言われましたけど、はい、ね、まあ、総合に戻る戻らないの話ありますけど、はい、もし戻るならやっぱり手ぶらじゃ帰れないんで、ちゃんとしたそのね、まあ、ベルトを取ってな、それから戻りたいですよね。やっぱり格好悪くても中途半端でようね、まあまあ戻りたくないです。なるほど、はい、まあ、とにかく死に物食いで頑張ると、はい、これ何で MSG なんすか。あ、これ直でマジですか、はい、嬉しい。だって LINE 返してくんないですもんもう佐伯さん怒ってんのかなと思いながら、もういや、僕佐伯さんにちょっと月曜日原選手出るからちょっとなんか鼻向けのメッセージもらいました、はい、あ、いいっすよいいっすよ、はい、ってもバーって嬉しいっすね、くれましたよ、はい、親心ですね、親心っす、愛です。破天荒さんから今回のテストで結果が良ければ試合見に行きます、勉強頑張ります。お、頑張れよ、うん、T シャツねちゃんと着てきて俺は着てないけどさっき破って捨てるとか言ったじゃないですかなるほど、はい、じゃあグラジエーターは一応これ着てみんな応援してくれと、応援してくださいと、はい、そうですね、はい、で最後は破って捨てるっていう、はい、どっちか破天荒です、破天荒っていう、なるほど、はい、その後じゃあニューグッズが販売される、ニューグッズなるほど、わかりました。じゃあちょっとあの番組でもあの、はい、ちょっとあの注目してますんで、グラジエーターの結果、ぜひチャンピオンになってください。ありがとうございます。はい、じゃあ応援してますんで、はい、というわけで、あっという間の時間でした。もう、はい。はい。はい、というわけで、本日はありがとうございました。格闘技の力は杉並区高円寺にありますレスリングカフェ東京から公開生放送でお送りいたしました。この番組は毎週月曜日9時からの配信になっております。そしてこの格闘技の力、次回は5月26日の配信になります。それでは平田さん、次回のゲストは、はい、次回は別に原田選手つながりというわけではないんですよ、はい、ブレイブから芦田選手と、はい、あと鈴木選手が、6月にブレイブファイトがあるので、それでまあその告知を兼ねて、はいはい、まあ、ちょっとあれですね、宮田さんが来るかどうかまでちょっと確認取れてないんですけど、はい、芦田選手と鈴木選手お二人いらっしゃいます、はい、お楽しみ、はい、次回は芦田貴弘選手と鈴木隼人選手がゲストです、はい、収録会場のレスリングカフェ東京にもぜひ皆さん遊びにいらっしゃってください。お願いします。というわけで本日のゲストは原田芳樹選手でした。ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。お願いします。視聴者の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。はい、それまでせーの、バイバーイ。